はいどうも、サンドの飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は9月28日についに大規模開発ニューファンタジーランドがオープンしました。スタージェットが最後にいなくなって2017年で、オープンが2020年だったので、オープンから約3年、短かったようで個人的には長く感じました。そしてニューファンタジーランドの動画は一部もう YouTube では公開していて、新エリアができたということはグッズも出ますよね。今日は見えてると思うんだけど、こちら、おいしょ、あ、重たい、持てないけど、段ボール2箱分今ここにあります。今日は東京ディズニーランドのニューファンタジーランドの新エリアのグッズが出たので、購入品紹介をしていきます。はい、それでは開けていきましょう。オープン。今回は2つの種類のグッズだけ買ってるから、うわ、たくさん入ってる。美女野獣も新エリアも混ざってるね。これでもこの開ける瞬間が結構ワクワクするんだよね。こっちは、うわ、綺麗に入っています。それでは今からグッズの購入品紹介していきます。はい、それでは購入品紹介していきます。今回は美女と野獣よりもこのミッキーたちの4つのエリアが集合しているメインアートをたくさん買っていて、まず1つ目に買ったのが東京ディズニーリゾートの定番のポストカードと、ポストカードを収納できるポストカードホルダーを買いました。今回のメインアート素敵だよね。ディズニーのスターといえばやっぱりミッキー。ミッキーがゲストがみんな待ち望んでいた新しいエリアを開いているような感じ、本を開いているような感じで、そのページからフォレストシアター、美女と野獣魔法の物語、ベイマックスのハッピーライド、ミニーのスタイルスタジオ、4つの施設が1つに集結しているメインアートになっています。裏面こんな感じです。金額は200円でした。ポストカードホルダーを開封したら、収納するホルダーとシールが入っていました。今回のメインアートの拡張エリアのシールも付属していました。中はこんな感じ。あ、裏面もイラスト入ってる。ポストカードホルダーは40ポケットあります。自分ってポストカードあんまり集めていないんだけど、最近視聴者さんがプレゼントでポストカードを結構くれたりすることが多くなっていて、自分が気に入ったものも今回のメインアートからポストカード集めていこうかなって思ったので、ポストカードホルダーも一緒に販売していたので購入しました。早速1つ目に収納するのはこのメインアートにしようと思います。それではどんどん紹介していきます。次に買ったのが定番のピンバッジとクリアフォルダー、買いやすい金額のウォッシュタオルと靴下を買いました。ピンバッジはお値段1000円で、久しぶりじゃない？ 3D になっています。クリアホルダーもピンバッジと同じで、クリアホルダーの位置によっては 3D 仕様になっています。裏面こんな感じです。ランドの4つの施設がアイコンになっています。お値段は510円でした。あー、個人的にはこの 3D だっけ、肌触りがあんまり好きじゃないな。だからポストカードみたいになんかラメで出してほしかった気持ちある。今回はダブルポケットとかではなくて1つのポケットしかないクリアホルダーになっています。ウォッシュタオルこんな感じで、4つの施設がイラストの中に入っています。ちゃんと4つの施設がイラストになっているから、ニュースとかでも東京ディズニーランドの拡張エリア放送していたりするので、お友達とかにあげる時にも、あ、美女と野獣そういえばオープンしたんだとか、ベイマックス開いたんだよねって、ランドの拡張エリアに行ってきたって分かりやすいのと、4つの施設がウォッシュタオルに1つになっているので、買いやすい金額のも含めて自分用のお土産にもいいかなって思いました。次に買ったのは靴下なんですけど、今回の靴下はいつもの生地と違っていて、少しサラサラしてる印象があります。そこまで肌触りは気にならないんだけど、靴下にベイマックス、ベル、ミニー、
フォレストシアターの音楽、音符が入っていて、おそらく美女と野獣のお城じゃなくてシンデレラ城も入っていて、色もちょっとパステル感があって可愛いソックスだと思いました。お値段750円です。本当これ肌触り個人的好きだな。いつもと違うソックスの素材、しかもめっちゃ可愛い。これあと一足欲しいかも予備で。ウォッシュタオルと同じ金額で買いやすいところもいいって思ったし、自分用に買って思い出に残すのにもいいかなって思いました。ソックス可愛いな。当たり。次に買ったグッズはやっぱり東京ディズニーリゾートに行った時に身につけグッズ買いたくなりますよね。僕も毎回つい買っちゃう T シャツを買いました。 T シャツこんな感じ。おー可愛い。美女と野獣、ベイマックス、ミニーちゃん、フォレストシアターが一つになっています。青色、紫かな、ちょっと色合いがパステルカラーっぽい色合いにも感じます。袖とかもレインボーって感じだよね、色合いが。とっても可愛いです。表めっちゃ可愛いっすね。裏面は特に何もデザインが入っていませんでした。はい、ということで着た感じこんな感じです。めっちゃ可愛くない？ M サイズを買ったんですけどちょうどいいっすね。なんかそこまでごちゃごちゃしていないデザインだなって着てみて感じました。肌触りが普段の T シャツとちょっと違うね。おそらくポリエステルかな。なんかザラザラしてる感じがする。あ、やっぱりポリエステルだ。ポリエステル 100% に2600円でした。まだまだ続きます。次に買ったグッズは定番のマグカップとプチフィギュアコレクション4種類、もう1箱全部揃ってるやつを買いました。マグカップの金額は1500円で、食器洗い機は使えないけど電子レンジ、オーブンは使うことができます。マグカップのイラスト可愛い。ベイマックスに美女野獣にフォレストシアター、ミッキー、ミニーちゃん、4つの施設がマグカップ1つにイラストになっています。マグカップの内側に文字も入っていました。これから少しずつ寒くなるのでコーヒーとか紅茶とかノンカフェインのハーブティーだったり、新しいマグカップでホットドリンクを飲みたかったので購入しました。そして次のこのプチフィギュア、これもずっと欲しかったんです。それではプチフィギュア開封していきます。プチフィギュアは4個セットのを買ってお値段2800円でした。オープン、4つ入っています。はい、ということで4つ開封しました。1つずつ紹介していきます。まずは1つ目、ニューファンタジーランドのフォレストシアター、新しいショーの衣装を着ているミッキーでした。持ち方がちょっと雑ですいません。ミッキーが新しいショーの衣装を着ていて音符に乗っているフィギュアになっています。裏側も凝ってるね。次がトゥモローランドの新しいアトラクション、ベイマックスのハッピーライドのフィギュアです。これは多分普通に置きフィギュアとしても使えるんじゃないのかな。3つ目がミニーちゃんのスタイルスタジオ、水玉のミニーちゃんのフィギュアです。造形が凝っていて裏面もリボンがついています。最後がベルですね。本を読んでる感じメインアートと一緒だよね。朝の風景に似てる感じがする。このベル後ろ側こんな感じです。今回のプチフィギュアはコップやマグカップにこんな感じでつけることができます。今回はマグカップに乗っけたんですけど、自分はこのプチフィギュアは今ランドの新エリアのフードのスーベニアカップが売っているんですけど、そのスーベニアカップにこのプチフィギュアつけようと思っています。ちょっと難しかったけど頑張ればこんな感じでマグカップにつけることもできます。そして次に買ったグッズはディズニールームを作りたい方におすすめです。お部屋に飾るだけでディズニー気分になれる新エリアのメインアートのパズルを買いました。お値段がちょっと高めの金額、5100円で1000ピース組み立てればお部屋の中に新エリアのメインアートが飾れます。お部屋とかの背面って結構ディズニーのグッズってあんまり飾っていなくて、額縁は別売りなんですけど、
時間があった時1000ピース組み立ててお部屋にこのパズルを飾って新エリアの気分を満喫しようと思って買いました。そしてまだまだ続くんですけど、次に買ったのは東京ディズニーリゾートでは定番のクッションと、せっかくの新エリアなんで思い出に残したいなって思ってフォトフレームを買いました。クッションの値段は2600円で、今回のクッションはメインアートというよりは4つの施設が1つのクッションにまとまっています。ベルやベイマックス、フォレストシアター、ミニーのスタイルスタジオ、綺麗に刺繍入りでプリントされています。裏面は東京ディズニーランドや4つの施設がアイコンになっています。このクッションよく見てみると、ベイマックスのチップとか美女と野獣だったらバラとか、フォレストシアターだったら音符とか森かな、 木が入って木のデザインがあったり、ミニーちゃんのスタイルスタジオもリボンとか、刺繍されてるところ以外も可愛いアイコンがたくさん入っていたのも購入の決め手でした。肌触りがちょっとザラザラしているから、この肌触りが苦手な人もいるかもしれない。でもすごいクッションって本当に抱き心地がいいというか、ソファーに置くのもいいし、ベッドの上とかいろんな場所で使えてつい買っちゃいます。久しぶりだと思う東京ディズニーリゾートのグッズでは珍しいと思うんですけど、フォトフレーム実際に開封した感じこんな感じです。周りがクリアになっているからお部屋に置いても圧迫感なさそう。美女と野獣、フォレストシアター、ミニーちゃん、ベイマックス、この写真の中に美女と野獣のお城で撮った写真を僕は入れたいなって思ったので今回購入しました。そして次に買ったのは、もう KD チャンネルでは定番なんですけど、バスタオル買いました。今回のバスタオル、じゃじゃん、横に広いワイドバスタオルになっています。はい、ということで新エリアのバスタオル買いました。バスタオルワイドなのでかなり大きいです。メインアートがこんなにいっぱい広がってるの嬉しいよね。自分はいつも通り生配信用の壁に使おうかなって思ってます。美女と野獣やフォレストシアター、ミッキーのお顔というか新施設を開いてる感じだね、ミッキーが。あとはミニーちゃんのスタイルスタジオ、ベイマックスもデザインになっています。もちも楽しんでるね。お部屋で飾るもよし、お風呂場で体を拭くように使うのもよし、私生活の中でバスタオルって結構使える場面が多くてかなり重宝しているので今回も購入しました。次に買ったのは定番の巾着と、最近東京ディズニーリゾートでめっちゃ押されてるフラッグをまたまた買いました。巾着の値段は850円、めっちゃ上がってない値段、850円でドドン、4つの施設が巾着に綺麗にイラストが入っています。今回の一部のメインアートのグッズは4月15日に開く予定だったので4月15日の文字が入っています。本当だったら4月15日に開く予定だったので、いろんな事情があって今年は休園だったけど、文字が入っているのも記念の一つだなって思いました。表がちょっと豪華な分、裏面は4つの施設がアイコンになっていて落ち着いたイラストになっています。フラッグの値段も500円で、開けた感じこんな感じです。ワンマンズドリームの時のフラッグより小さめで、35周年グランドフィナーレとか36周年の時に出てたフラッグと同じサイズでした。すげえ、もうデザイン見てるだけでめっちゃワクワクする。美女と野獣のお城の前でこうやって写真撮るのもいいし、今だったら東京ディズニーランドってグリーティングパレードって言って、ミッキーたちがフロートに乗ってパークを一周しているので、ミッキーたちにフラッグを持ちながら手振ったりとか、こうアピールすると、あ、新エリアのグッズだってキャラクターたちにもしかしたら反応してもらえるかもしれないよね。あとは今のグリーティングだとサインがもらうことができないんだけど、またこのご時世がちょっと落ち着いてサインが、キャラクターグリーティングのサインが再開したら、ミッキーとかベルとかミニーちゃんとかにフラッグの裏面にサインをもらいたいなと思って購入しました。続いて買ったグッズは
ベイマックスのハッピーライドのアトラクションのライドがトミカになったのと、リゾートライナーがメインアートのデザインになっているトミカを買いました。ベイマックスのトミカは1600円で、リゾートライナーのトミカは1300円でした。ベイマックスのハッピーライドのトミカ開封したらめっちゃ小さいね。ベイマックスよりもこのトミカがサイズがかなり大きいです。ハッピーライドのトミカ操縦もちゃんとついてるね。で、裏はもちろんこうやって転がせて、後ろもこんな感じです。ベイマックスも手は動かすことができて、ベイマックスの足とここの足を入れる場所がギミックになっていて、こんな感じ、カチッて音がして、カチッて音がしてくっつけることができます。あとは手をこんな感じで伸ばして、ハッピーライドのトミカって感じになります。まあ、でもクオリティは高いね。ちゃんとこうやればベイマックスのハッピーライドのトミカになってはいるけど、できたらもうちょっと金額上がっていいから、後ろ側もセットの商品だったら個人的には良かったなって思いました。リゾートライナーのトミカこんな感じ。わあ、いいね。実際にこれで走ってくれたら嬉しいな。ミッキーとミニーちゃん、フォレストシアターとミニーのスタイルスタジオと、美女と野獣ベイマックスのデザインになっています。35周年の時のリゾートライナーは35周年のデザインで走っていたので、まあ今のご時世でちょっとできるのか、もともとやる予定だったのかわからないけど、このトミカのデザインでリゾートライナーが今の期間走ってくれたら、イベントがさらに盛り上がるんじゃないのかなって個人的には思うんだけど、まあ大人の事情がいろいろあるのか、もともとやる予定だったのかわからないけど、アプリで商品を見た時にこのリゾートライナーのデザインが素敵だったので、今回買いました。そして最後にセットもので買った商品を紹介します。どちらももうド定番なんですけど、新施設の4つセットになった巾着と、4つの施設がプレートになったプレートセットを買いました。プレート4枚セットの値段は2100円で、ランドの新エリアの4つがプレートのデザインになっています。巾着4枚セットはお値段2300円で、デザインもプレートと同じデザインになっています。プレートはドーナツとかクッキーとかお菓子を乗せて新エリア気分を味わいたいって思って買ったのと、巾着は巾着として使うんじゃなくて、巾着の紐を使ってガーランドにしようと思って買いました。4つともお値段2000円超えているんですけど、4人友達がいた時に1つずつプレート分けて配ったりするのもいいって思うし、巾着も4枚セットなのでセットの商品ってお友達に配りやすいところもいいですよね。そして最後にお菓子の商品を一つ買ったのでご紹介します。東京ディズニーリゾートって言えば定番だよね。缶のデザインが新エリアになっているチョコレートクランチを買いました。普段売っているチョコレートクランチよりもサイズがかなり大きいです。メインアートが裏と表いっぱい広がっています。缶の蓋可愛くない？それぞれの東京ディズニーリゾートの拡張エリア4施設のミニーのスタイルスタジオ、フォレストシアター、美女と野獣ベイマックスの看板のロゴがデザインになっています。と高めの2600円で、賞味期限は約2ヶ月の12月9日でした。新エリアのチョコレートクランチは4種類フレーバーが入っていて、ストロベリー、ホワイト、ミルク、レモンティーの4種類のフレーバーが入っています。青色がベイマックス、ミニーちゃんのスタイルスタジオが赤、美女と野獣が黄色、フォレストシアターが緑で、黒の色も4種類に分かれています。新エリアのデザインなので普通のお土産としてもいいんですけど、45個も入ってるのでこんな感じ、自分へのお土産にもいいよね。今回4種類フレーバーがあるんですけど、レモンティーのフレーバーだけ食レポしていきます。開封。お、レモンティー、紅茶の香り、いただきます。レモンティーだから口の中にすごいレモンの香りが広がってる。最初の味がレモンで、後味がティーの苦味がちょっと強いかな。
レモンの酸っぱさとティーのちょっとした苦みと元々のチョコレートクランチの甘さが絶妙でとっても美味しいです。個人的にはかなり好きな味。はい、ということで以上、東京ディズニーランドの大規模開発ニューファンタジーランド新エリアの購入品紹介の動画でした。個人的に一番買ってよかったのは、肌触りもデザインも良かったソックスかな。ソックス良かったのと、あとはもうちょっと今プチフィギュア、ミニフィギュアをマグカップの上に置いてるので今持ってこれないんですけど、マグカップのデザインも横に広がっていて良かったし、あとはもうプレート4個セットとか巾着4枚セットも友達とかに配りやすくて、まああとは家族とかで新エリア利用した時に、そういえばあの時新エリア行ったよねって、プレートの上にお菓子を乗せて食べて余韻に浸るのにもおすすめだし、あと1個だけ買い忘れてた商品があって、このデザインのコップ4つセットを買ってたつもりだったんだけど買い忘れちゃったので、今度機会があったらこの4個セットのカップを4個セットのカップを買って、お部屋で新エリアの気分を味わおうと思っています。今回の購入品紹介の動画がこれから東京ディズニーリゾートランドに行かれる方で新エリアのグッズどれ買おうか悩んでいる方の参考になっていたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるので、良かったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。